はい、今年ニューモデルの AIH63MHBE ですね。6フィート3インチ MH アクションのショートロッドになってます。で、まあね、もう僕ズバリこれは、フロックドットです。で、メインはね、そのレンタルボートとかね、なかなか下にさばけないおかっぱり、足場が低いような状況ですよね。霞ヶ浦によくあるようなティップがどうしてもコンクリートに当たってしまうような足場の低いようなところでは、この6フィート3インチの MH アクションの AIH を使います。でね、まずね、何よりね、サイドキャストもう後ろにカバーがあったりとか横に足があったりっていう、その込み入ったところでも、まあ、しっかりティップを曲げてコンパクトなスイングで竿が振り切れる。で、しっかりフロックも飛んでくれるっていうような、フロックロッドになってて、で、6フィート3インチどうしてもね、MH アクションってことで要はジグ用のテーパーと思われがちなんですけど、逆にね、こういう軽いスティーズポッパーフロークなんかもね、本当に細かいところに入れていけるような、しっかりウエイトの乗るブランクスになってるんで、遠距離飛距離出したい時は、7フィート6フィート10インチのフロークロッド使ってますけど、本当にこのレンタルボート、そしておかっぱり、足場の悪いおかっぱりなんかでね、この重宝して使ってます。どうしてもショートロッドの MH のパワーってやっぱこうなんかちょっと硬いイメージがあるよね。硬いって竿が曲がらないイメージが多いよね。ラバージが使うようなフットボールとかだけど、ショートロッドでありながら MH のパワーを持ってこういうコンパクトなフロックを投げれる竿だからなかなかないね。どちらかというと63っていうショートレングスだからショートピッチだよね。あんまりこうディスタンス取ったキャスティングで狙うっていうよりか、こういう足際とか足のでっこみへっこみをタイトに狙いたいときにシャッターのスピナーで流せるような竿でもあるよね。まあ、フロックにしろシャッターにしろ両方とも言えるのはやっぱこうキャスティングがしやすい、しっかりウエイトが乗ってくれるから、で、ある程度こう濁ったときにバルキーなトレーラーつけたシャッター投げたいときでもちっちゃいものも投げられる割にこういう83のスティールカバーチャッターに、まあ、バルキーなトレーラーつけてもしっかり秋らしいキャストできるのはこの竿の特徴の一つでもあると思います。フロックの他にもね、もちろんスピナーベイト、83のスピナーベイト、スティールスピナーベイトとか、MH だけどしっかり曲がってくれるんでね、オールマイティな竿になってます。で、5g のテキサスもいいし、スティールポッパーなんかもいいし、アクションもさせやすいし、しっかり軽いウエットも乗るブランクスになってるんで、ぜひね、レンタルボートのアングラーやちょっと足場が悪いなっていうようなところで釣りする方が多いときは、ぜひショートロッドのこの AIH63MH を試してみてください。